おい、何勝手なことばっか言ってんだ。俺は清流会なんかじゃ。いい芝居いただいたぜ。仕上がりが楽しみだ。何？そうだな。じゃあいい芝居した褒美に一つ教えてやろう。はあ？野々宮をやったのは俺だ。やっぱりてめえか！今撮った映像、倉庫の防犯映像とつないでメンバーに送っとけ。清流会が仕掛けてきた証拠だってな。はい。お前らには礼を言う。はあ？最初は心配してたんだ。俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのか。だがお前らが現れた。そして今日、おかげで花が咲くまでにしてくれた。おい、おい待て。何を企んでやがる。聞いてんのかこれ。無駄だぜ、春日。はあ？マウチは清流会相手に戦争を追っ始めてんだ。清流会相手にこの町の均衡をぶっ壊す気らしい。戦争？なんでそんなことを。さあな。ただ問題は、清流会がリューマンに抗争を吹っかけた。その口実に俺らが使われちまうってことだ。俺らが？そんな、どうして？さっきのビデオを使う気みたいだな。でも俺らは関係ねえ。それにあんなビデオ、喧嘩の口実にならねえだろう。だが真淵は清流会が仕掛けてきた証拠としてメンバーにビデオを送るように言ってたろう。それに撮影してる時に見せた真淵の笑顔と妙な言葉の端々、全部がいちいち気になる。何を企んでやがるのか。やろう。少なくとも真淵はこの町の均衡を本気でぶっ壊す気らしいな。なあ、その話後でよかねえか。見張りのいねうちに何とかここを脱出しねえと。はあ、確かにそうだ。なあ、ねえ、おい。おい。なあ。なあ。ああ、マジか。おう。おう。
な。うん。ふん。待てよ。誰も来ねえな。このまま死ぬまで放置ってことねえよな。だとしたら随分気の長い拷問ね。ちくしょう。いや、なんか足音がする。なんだ。見た顔だぜ。ええ、倉庫にいた連中よね。お前らのおかげで倉庫は大破、物も全部吹っ飛んだ。その責任を取ってもらう。トラック爆発させたのはあんたらだよな。俺らじゃねえよ。ラウマーからお前らを見せしめにしろと指示があった。見せしめ。ああ、お前らの死体を切り刻んで青龍会に送りつけてやる。ラオマーには時間かけてじっくり楽しんでやれって言われたよ。部下にやる気を起こさせんのがうまい人だ。そりゃいい上下関係だね。おめでとうさ。お前もそれなりに修羅場をくぐってきたんだろうが、悪運もここまでだ。いつまで強がれるのか楽しみだ。痛いか、怖いか。いい顔だ。ずっと見てたいぜ。やめなさいよ変態。お前は後回しだ。後でじっゆっくり楽しませてもらうぜ。ふざけんな、このド変態。褒め言葉をありがとうよ。てことで、まずは前菜で。ジジイからだ。いえ、実はラオマーからちょっと申し使ったことがありまして。え、申し使ったって。おい、ラオマーが何だって。なんで鎖外してんだ。私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。え、待て、誰だ。命の恩人が現るってとこか。あ、残念ながら俺の悪運もまだ尽きちゃいねえな。誰なんだあいつは。知らねえよ。ま、今度また会えたら飯でもおごっとくわ。な、ちょっと何のんきに話してんの。ごめん、わりわり。今助けるからよ。よし、行け一番。お願い、頑張って。よし、ちこの野郎、ざけんな。ビビってんのか。俺の番だな。取っておきだ。行くぜ。
そうか。え？ああ。地下ダンジョンって感じだな。
だ。おいよ。私の番ね。やるか。俺の番だな。ぶっ飛ばす。大勝利。強くなった気がするぜ。一つ上の男。まだ成長できるとはな。またいい女になっちゃった？シェイ。俺の番ね。おこわ。
る。強くなっちまったか。開けてみるか。開いたぜ。
番だな。やんのか。どうするかね。よし。おい、来た。いや、逃げてやがる。お、な、ボコボコにしてやろうぜ。ビビってんのか。俺の番ね。なめんなよ。よし、行くぞ行くぞ。私の番ね。ああ、とっておき。やってやるぞ。やめんな。行くよ。俺の番か。行くぞ。おい、来た。開けてみるか。おお、やっつけて。余裕余裕。行くぞ。俺の番ね。パブロー、せいよ。じゃあ俺の番だな。私の番ね。これで食らえ。俺の番か。なめんなよ。おい、来た。やってみろ。はっ、やーて。おお、よし、行くぞ。ぶっ飛ばして。おお、大丈夫。あれか、まさか金庫にあんな奴が入ってるとは。これからは金庫開ける時も少し用心しねえとな。しかし、してみろ。
だわけの。よし、いざ。どうするかね。やんのか。逃げるなら今のうちだぞ。おれ、おいよ、おら、おい、来た。私の番ね。やっと。俺の番だな。おら、おら、うわ、やんの、あのもんか。Thank you.